タンザニア、マコンデ族の彫刻マコンデカービング C1974 パールスカルプチュア・オブザ・バムン・ベロア・フロム・カサイ。アフリカ美術とは、アフリカにおける美術、視覚文化を指す。アフリカ大陸における美術や物質文化は、地球上で最も多様で創造性に富む、芸術的遺産の一つである。たとえ気楽な観察者たちの多くが、 伝統的なアフリカ美術を一般化しがちであろうとも、実際にその大陸は多数の民族、社会及び文明で溢れており、それぞれに独特の資格文化を有している。信じられないほどの多様性にもかかわらず、アフリカ大陸の資格文化を全体として考えるとき、何かしら統一的な美術上のテーマが確かにあるように思われる。 形式の革新美術作品が厳格な表彰の規範に従って生産される傾向にある西洋社会と違い、多くのアフリカ社会ではアーティストに対して様式、形式の革新と創造を促している。この革新と多様性は大きな歴史的、地理的広がりの間にだけでなく、村と村との間にさえ見られるものである。 視覚的抽象アフリカの美術作品は自然主義的な再現よりも視覚的抽象を好む傾向にある。これは多くのアフリカ美術の作品がメディウムによらず対象や概念を描写するよりも表彰する傾向にあるからである。彫刻の重視アフリカのアーティストは二次元の作品よりも三次元の作品を好む傾向にある。多くのアフリカ絵画や布の作品でさえ 三次元的に体験される用意とされている。家屋に描かれた絵画はしばしば家を取り囲む連続、したデザインとして見られ、その全体を体験するためには、作品の周りをめぐってみなければならない。また装飾された布は装飾的、または儀式的な衣装として身につけられ、着る人を生きた彫刻に変える。 パフォーマンスの重視アフリカ美術は性的な文脈よりもパフォーマンスの文脈で用いられる傾向がある。よく知られたアフリカの仮面を挙げてみよう。ほとんどのアフリカ社会ではそのマスクに名前があるが、その一つの名前は彫刻にだけ組み込まれているのではなく、仮面の持つ意味、それに関連するダンス、そしてそこに宿る精霊にも組み込まれているのである。 アフリカの思考においては、これらは切り離すことのできないものであり、どのような形のものであれ、アフリカ美術を研究する際にはこれを考慮することが重要である。意味の多重性最後に、前述の点と関連して、アフリカ美術は意味を多重に持つ傾向があり、これは多くの西洋の観察者にとって混乱のもととなっている。 あるアフリカ美術作品の意味についての特定の説明を探索する作業は一点の作品に含まれ、うる様々な用途、意味、社会的文脈によってすぐに再現なく混乱してしまうだろう。アフリカ美術という用語には長く意外なほど物議を醸した歴史がある。近年に至るまで通常アフリカの都の指定はブラックアフリカ、つまり サハライナンのアフリカの文化とそこに暮らす人々の美術に対してだけ使われてきた。古代エジプト美術と同様に北アフリカ、地中海沿岸、エチオピアの美術はアフリカ美術とは言われなかったのである。最近ではアフリカ美術史やその他の学者たちの間にはこれらの地域の文化は 実際にアフリカ大陸の地理的境界の内側に起こったものであるという理由からそうした地域の資格文化をアフリカ美術という用語に含めようという動きがあるすべてのアフリカ文化とその資格文化をアフリカ美術という用語に含めることによってサハラ砂漠の南北両側の大陸に存在しまたかつて存在した文化の多様性について 専門家でない人々がより良い理解を得られるだろうという発想である。アフリカ、イスラム、地中海の文化はしばしば合流したため、イスラムと古代エジプト、地中海及び伝統的なアフリカ社会の間に、明確に線引きをしてもあまり意味がないということに、学者たちは気づいたのである。最後に、ブラジルや西インド諸島。 合衆国南東部に広まっているアフリカのディアスポラの人々の美術は追放されたアフリカの諸民族と彼らと新しい世界や文化との出会いの産物としてアフリカ美術研究に含まれ始めているアフリカ美術の起源は記録のある歴史よりずっと遡るニジェールのサハラ砂漠にあるアフリカの岩絵では6000年前に掘られたものが保存されている現在知られている 最も古い彫刻は、ナイジェリアのノク文化のもので、紀元前500年頃に作られたものである。サハライナンのアフリカに加えて、西部の部族の文化、古代エジプトの製作物、南部の土着の工芸もアフリカ美術に大きく寄与している。しばしば周囲の自然の豊かさを描写しているそれら、美術は、しばしば動物や、植物や、自然のデザインや、 形態の抽象的な解釈となっている。美術を制作するより複雑な方法は13世紀頃にイスラムの拡大とともにサハライナンのアフリカに初めてもたらされた。しばしば造形や奇跡で装飾されることもあるブロンズや真鍮の鋳造は西アフリカの多くで非常に価値の高いものになり、時にはベニンのブロンズのように宮廷美術家や王室に認められたものだけに、 限定されることもあった。20世紀の初め、ピカソやマティス、モディリアーニといったアーティストは彼らの表現のための新しい形態の探求の中でアフリカ彫刻から深い感銘を受けている。西洋においてアフリカの伝統的な仮面や彫刻を民族史的なものとしてではなく美術作品として分析されたのはキュビスム運動が最初だった。 ピカソがアフリカ美術に影響された時期は1907年から1909年まで続きアフリカの美術と彫刻に基づいた多くの作品が制作された。伝統的な美術は博物館のコレクションに典型的に見られるような最もよく知られまた研究されているアフリカ美術を表す。木製の仮面は人間のものも動物のものもあるが 西アフリカで最も一般的に見られる形態である。元来の文脈では、儀式的な仮面は、宗教的、政治的、社会的なパフォーマンスにおいて、役者やダンサーによって使われるものである。像を作る材料とともに、造下、石、純宝石など仮面に使われる。装飾的な衣服も、また一般的で、 複雑な技法が用いられており、アフリカ美術を構成する、もう一方の大きな領域である。アフリカは、現代美術の文化が大きく栄えている場所である。しかし、学者やコレクターたちが、伝統的アフリカ美術を強調してきたために、最近までこのことは影に隠れてきた。19世紀から、ヨーロッパ諸国による植民地化が進むと、アフリカ各地で、 偶像破壊が行われ、1920年代にはヨーロッパの移民やキリスト教宣教師によって美術学校などの組織が設立された。1960年代から植民地からの独立が相次ぐと国家建設とともに公立の美術制度が始まり国民や民族を単位として芸術運動が行われた。1980年代に経済危機が起き、 公的な美術制度が停滞や後退を起こすと美術のテーマも個別化していった。1989年にはポンピドゥセンターで第一の魔術支店が開催されアフリカ作家の作品がモダンアートの美術館で展示され始めた。作家を世代別に見ると国際的な展覧会に初めて参加したのがゼリーフナ家エトムゲタエルアナツイ。 ルヴァイナ・ヒミッド、ソカリ・ダグラス・キャンプラの世代にあたる。次の世代は、初期から国際的に作品を発表するようになり、ロマール・ワズメ、インカ・ショニバレ、ビル・ビジョカ、オル・オギュイベ、ジェムス・ロバート・ココビ、ザネレ・ムホリ、アイダ・ムルネ・ラがそれにあたる。2000年代以降は、作風や主題が多様化するとともに、公的制度に変わって、 美術インフラの構築に関与する作家も増えた。サミー・バロジ、メアリー・シバンでキング・フンデック・ピンク、エディ・カマンガ・イルン・がらがいる。ビエン・ナーレは、ダカール、セネガル、および、南アフリカのヨハネスブルクで開催されている。多くのアフリカの現代アーティストは、美術館に所蔵され、またその作品はオークションで高値で売られることもある。 にもかかわらず、多くのアフリカの現代アーティストは、作品を販売する市場を見つけるのが困難である、傾向にある。現代アフリカ美術の多くは先行する伝統から、非常に多くを借用している。皮肉なことに、こうして、抽象を強調することが、西洋人の目からは彼らの祖先の美術からの再現というよりは、 ピカソやマティスといったヨーロッパやアメリカのキュビストやトーテム美術家の模倣のように見られてしまう。そのようにして西洋の美術史上ではアフリカの現代美術は独創的でも革新的でもないものと見られうるのである。バウル、セノフォ、ダンの各民族は木彫の技術に優れており、それぞれの文化で多種多様な木製の仮面が作られている。 コートジボワールの民族は神々を描くために、ギガの中で動物を表現したり、死者の魂を表現するために仮面を用いる。仮面は偉大な精霊の力を持っているために、特別に訓練された人以外は着用したり、所有したりすることは、タブーと考えられている。これらの儀式的な仮面はそれぞれ魂や、生命力を持つと考えられており、これをこることによってその人は、 仮面が表すものへと変容すると考えられている。ボツワナの北部では、エシャイア、ガメールの村にいる部族の女性たちが、村屋市と地域の染料でバスケットを作る技術で注目される。バスケットは、一般的に3種類が編まれる、大きくて、蓋のある貯蔵用のバスケット、頭に乗せて、物を運んだり脱穀した穀物をふるいにかけたりする、開いた、バスケット。 そして粉砕した穀物を古いにかける小さな皿。これらのバスケットの芸術性は、ますます商業用に生産されていくに従って、色使いやデザインの改良によって着々と向上し続けている。最も古い古代の絵画の痕跡は、ボツワナと南アフリカの両方で見つかっている。動物と人間両方を含む、狩猟の描写は、 コイ山族が制作したもので、二万年以上前に、文明以前のカラハリ砂漠で描かれたものである。三千年の歴史と三0の王朝の間、公式のエジプト美術は、国家の宗教を中心としていた。その美術は巨大な彫像や、小さな像のある、石像彫刻から、歴史や神話を描いた壁画まである。紀元前2600年には、 エジプト彫刻はその最盛期に達し、ラムセス2世の知性となるまでの1500年の間、再びその域に到達することはなかった。多くの作品にはある種の硬さがあって、像は最も威厳のある衣装で直立し、幻覚で落ち着き払った様子である。体の比例も、また数学に由来しており、表された像に奇妙な完全性の感覚を与えている。 これはおそらく支配階層の神聖性を補強するために用いられたのであろう。この時代のエジプト美術の人体表現の様式と流動性は、胴から腰、腰から太ももへの不格好な推移をしばしば含んでいた、一方のギリシア美術を遥かにしのいでいた。ありがとうございます。